コネクト6この写真は白が6つ並べて勝利コネクト6とは5目並べを拡張したボードゲームである6目並べとも呼ばれる台湾の国立交通大学の教授である小竹志生により当初は人工知能プログラミングの題材として2005年の第11回アドバンセズ・イン・コンピュータ・ゲームズ国際会議で発表された中国語では 連六期または六式という。なお、ゲームそのものはそれ以前から存在したとも言う。コンピュータオリンピアードの種目として2006年から採用されている。先手の黒が一手目を打ち、その後双方が交互に二手ずつ打つ。先に六つ並べた方が勝ちとなる。先手必勝である五目並べと比べて、先行後攻に不公平がなく、ゲーム展開にも多様性があるという評価がある。 1919 19以上の大きさのボードが適している。日本での認知度は低い。コネクト6のような二人例、和有限確定完全情報ゲームでは先手、または後手のいずれかに必勝法がある。五目並べなどのゲームでは必勝法が見つかっている。チスなどの複雑なゲームは、外して複雑すぎるため、完全に解析できていない。ヘリク、ユイターィックとリジスウィックは、 次のように公平性を定義している。両方のプレイヤーが同じ割合でミスをする場合に、勝率がほぼ等しくなるとき、公平なゲームだとみなされる。このことから、コネクト六は以下の点で公平であると主張されている。しかしながら、この証明は決定的なものではない。ありがとうございます。